さーってなんでね、そのうちのこういう、ね、単なる歌でしょ、うちの、ね。大した、ね、上手さもないし、ね。で、むしろ、要するにプロのレベルじゃないけど、ね。単なる歌じゃない、だからね。うちの趣味で作ってる。それに対して、変でしょ？あら！あ、隣か。ね。それなんであの爆音で、何を欲しがって全く知らない人なのよ。ところがね、皆さんが怯えてたのはあんな音なの。ところがそれはうちの中にも聞こえるわけでしょ。うちはただ整備不良のかっこ悪いその、なんていうかな、職人が発達してない国の車が走ってる、そのスタートの醜い音って知ってるの。日本製みたいなね、立派な尊い性能じゃなくてね、大した性能でもないのに、見てくれだけ。カッコつけてる。もう不良とも呼べない。だって、まあ、大人だから、あんな奴ら。あんなもの買えるのはね。でしょ？で、大人の遊びなの、あんなの。しかも、つまらない遊び、なんでか言ったら、若者時代を経験してない大人が、してない経験を必死にしようとして、大人になってお金使って、くだらない、見てくれだけの、汚い音の車買って、それでカッコつけてるだけなの。じゃあ、さっきのやつは若い時にああいうことしてないのよ。で、あれは若いやつの買える車の音じゃないねん。実は。つまり、少年時代がないねん、あいつら。不良時代もないねん。大人になって慌てて、カッコつけてんだけど、カッコ悪いよ、そんなのって。ね。だって不良ってカッコ悪いよ。でしょ？意味ないねん、不良なんていらないから。え？不良来さんでしょって、うん、子供時代の少年時代の？でしょ？少年時代は不良しなさいよ。大人になってやってたらいらんやん。少年時代までに不良を済ませてる人が好きやん。当たり前でしょ？ただ、ああいう音は大人にならないと買えない。汚い爆音。相当大きい音だったでしょ？情けなかったでしょ？本当の大人たちは。その方が多いんだけど。実はね。じゃあ結局、うちの中の世界では、その事情知らないから、なんかわけわからん音が急にしたって、例えば、なんかしたんですか？あれは、その辺でなんか、業務用の車がね、横のでっかいとこガーッと開けただけの音やん。ね？そんなが中の世界でわからへんでしょ？家の中で外の音、うわれって、一瞬あっても、うちはちゃんとそういったものの知識があるから、だから、あ、あれは、どういったものが建てた音なんですよって、的確に言えてるでしょ？中の世界分からへんから、あれこそ神の怒りだったか。で、あの爆音で来るのは天使だとか、わけわからん妄想をたくましくしちゃったの。だから、うちの中にいる女の子たちはあんな音に騙されないで。そして、女の子たちを守るのはあんな音には騙されない男たち。でしょ？それは少年時代までにもう十分、不良をやってきて、立派な大人になった男たちだけなの。なかった？その理屈をしっかり覚えて、絶対忘れないようにしてください。うちの世界ではそういうことです。他の人の世界では違う。つまり、あんな奴らの本間プロしかでは、あんなことしか起きひんの。自分の立場もない人じゃない？